イオントップバリュー、イオントップバリュー株式会社、英称、イオントップバリュー CO、LTD は、イオングループのプライベートブランド、トップバリューシリーズの開発を行っている会社である。現在の法人は、輸出入事業を行っていたアイクが、旧、イオントップバリュー株式会社を合併して、称号を変更した、逆さ合併ものである。合併前についてはアイクを参照のこと。 当社の事業はもともとイオン株式会社が行っていた。イオングループはジャスコ、現在のイオンを展開するとともにマイカルなどの小売業者を傘下に持つようになり、これらの小売業者もトップバリュー製品を扱うようになった。さらに、2007年のダイエー及びマルベニとの資本業務提携で、プライベートブランドの共同開発が提携項目に盛り込まれたことが追い風取り、イオン株式会社から、 当該事業を旧イオントップバリュー株式会社に分離2007年8月21日に発足したトップバリュー商品に記載されている販売元の名義はイオン株式会社になっているが2009年12月で生産終了した第3のビール麦の香り及び麦の香りの実質的な後継商品として2010年6月より販売を開始したバーリアルの販売者の名義は イオントップバリュー株式会となっている。また、2010年度よりトップバリューのアパレル製品については販売者がグループ会社のトップバリューコレクション株式会社となっている。商品の生産は国内企業や中国、韓国等の外国企業との共同企画及び委託生産で、前述のバーリアルは韓国のハイトビールへの委託となっていたが、2018年6月の リニューアルでキリンビールに変更され、国産化された。外国企業で委託生産された食品の輸入者は、合併前のアイクの流れで、イオントップバリュー名義となっている。現在、プライベートブランドとして、トップバリュー、トップバリューシリーズを開発し、イオングループ各小売業者を通じての卸販売を展開している。グループ会社の株式会社生活品質科学、 研究所やアイク株式会社との連携のもと、全商品とも当社が開発、販売している。なお、2008年5月27日から発売を開始した加減製品については、当初、業務提携した三洋電機との共同開発品であったが、現在は別の委託製造先に切り替わっている。また、2009年7月24日から発売していた新ジャンル。 第3のビール、麦の香りは、サントリーホールディングスとの共同開発品で製品には、サントリーのコーポレートロゴも入っていた。製造は、サントリー種類が担当していた。親会社の4株式会社は、ジャスコ株式会社時代の1974年に発売したカップ麺、J カップを皮切りに、様々なプライベートブランドを展開していた。 その中の一つとして1994年9月1日に統一ブランドとして導入したトップバリュー、現トップバリューへ後に集約されていった一方でトップバリューの中で様々なシリーズブランドを新たに開するようになっている。なお、総合スーパーのイオンのみならず、マックスバリューザビッグミニストップなど、他のイオングループの店舗やハッピコム参加企業でも販売しているか、 他のプライベートブランドとの並行で、ダイエ大英丸 S、稲毛や丸中グループ等でも販売している。また、関連会社の4トップバリュー、タイランドやヤントップバリューマラナ SDN、BHD を通じて、ベトナムカンボジアマレーシアの4角店でも販売されている。ベトナムカンボジア向け製品には、住友科学と共同開発したカヤ、オリセットットをラインナップしている。 マレーシア向けの製品では、同国の宗教事情から、食料品に関しては、ハラール認証を受けている。食料品に関しては、遺伝子組み換え食品や、アレルギー物質の情報開示も徹底されており、遺伝子組み換え食品は j a s 法では、任意表示となっている項目も含めすべて義務表示に、アレルギー物質は、義務表示7品目と推奨表示18品目の計25品目を、 表示するとともに食物アレルギーの方の意見をもとに原材料ごとにアレルギー物質を表示している。アレルギー物質を含む製品にはパッケージ正面に使用しているアレルギー物質はお買い上げのたびに表示をご覧ください。の文言が記されており、さらに乳製品の一部には義務表示7品目を使用しているアレルギー物質としてパッケージ正面に表示し、 一目でで確認できるる。ようになっているしかし製造装置の洗浄が不十分であったことから本来使っていないはずの成分が混入する事例も発生している福島第一原子力発電所事故以降の取り組みとして生鮮食品の放射能検査とレトルトご飯の産地変更を福島県から国産を行っている飲料品は生産国を表示していない 2014年2月にプライベートブランド誕生40周年を迎えるのを機にトップバリューの全面刷新を行うことが発表された。具体的には現行のブランド体系をゼロベースから見直しトップバリューとも感染源トップバリュープレミアムトップバリューレディーミールトップバリューヘルシーアイの4ブランドをトップバリュートップバリューセレクト トップバリューベストプライスの3ブランドに吸収することで、ブランド体系を集約し、継続展開するトップバリューグリーンアイを含めた4ブランド体系となる。またパッケージデザインも刷新し、イオンの理念を具体化した商品であることを、改めて表現するべく、パッケージ上部、中央に配置されるのが基本だが、製品によっては、スペースの関係上左側に配置される場合があるに、 イオンロゴが新たに配置され、トップバリューのロゴマークはパッケージの中央に移され、イオンからお客様への思いを込めてお届けする意味で、プレゼントに巻くリボンをイメージしたトップバリューリボンとしてデザインされた。また法律で製造書が表示されている場合、乳製品、弁当、おにぎりなどや製造工程がない場合、生鮮食品などを除き、パッケージに最終加工された。 製造所の所在地、都道府県名が新たに明かされた。新パッケージデザインは、同年1月15日に発売された製品の一部から導入されており、トップバリューベストプライス、トップバリューセレクト、トップバリューグリーンアイの一部製品文字、パッケージデザインとなる。2015年3月発売品からマイナーチェンジが行われ、イオンロゴのもとに、 トップバリューリボンを排した新デザインとなった。その一方で、同時に増えすぎた既存アイテムを2015年度中に4割弱を削減。価格訴求を過度に重視してきた結果、ブランドイメージが悪化。消費者からつまらない PEB と評価され、売り場の魅力も衰えて、客離れの一因となっていた。そのため、収益貢献度の低いものや評判が劣るものなどを中心に、 ラインナップから削除することになった。2016年2月に発売された本格王風カレー、本格インド風カレーから、イオンロゴやトップバリューリボンを廃止し、トップバリューロゴのみを廃して、商品特性により異なる新デザインとなり、以降に発売、リニューアルした製品から順次、新デザインとなっている。同年11月には、加工食品において、 特定原材料7品目を使用しない製品や特定の添加物、合成着色料、合成保存料、価格調味料などや原材料に配慮した製品を発売しており、従来は購入できる機会が限られていた製品をトップバリューとして企画、開発し、イオングループが持つ巨大で広域な店舗網を活用して販売することで購入できる機会を増やす取り組みも行われている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。